はい、那須岡町のムービームービング。この番組はですね、ムービーがムービングしていくということで、映画が動き出す瞬間を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。今回紹介するのはこちらですね、4月7日から映画館で公開してますザ・ホエールっていう映画になってます。こちらが話題になってましてですね、で見に行ってすぐこう解説していくんですけども、こちらの映画作ったのは A24 っていうスタジオになってまして、エブリシングエブリウェアオールアットワンスとか最近ねヒット作をどんどん出してる映画スタジオになるんですね。で結構挑戦的な内容が多い映画スタジオだなっていう印象を受けましてですね、今回もかなり挑戦的な内容になってたんですよ。っていうのも、このブレンダン・フレイザーっていう主演の俳優さんがですね、もういろんなことが実はございまして、それを今回話していくんですけども、そのいろんなことがきっかけでリタイアしてたんですよ。でリタイアして130キロぐらいまで太って、でそれを、ある程度まで痩せて、で復活してきて、この演技がすごいというところですね。このブレンダン・フレイザーという俳優の復活劇っていうところが注目が集まってるんですけども、そこ何があったのかということを改めて話していきたいなと思います。もう一つはザ・ホエールっていうタイトルが、これザ・クジラってことなんですよね。このクジラ、なんでクジラなのかということをになってるんですよ。映画の中でですね、白鯨っていう小説が出てくるんですね。でこの白鯨の話とザ・ホエールのストーリーがどう絡んでるのかっていうことがあまりよくわからないような感じになってるんですよ。なのでそこのところを深掘りしていきたいというのが後半の解説になってます。ということで、さっきあらすじを話しさせてもらいまして、見どころのブレンダン・フレイザーが復活した話で、その次に白鯨の話に行きたいと思います。で最後はこの映画何を伝えたい映画だったのかというところで締めていきたいと思いますので、まずあらすじの方から行ってみましょう。この映画一言で言うと、絶望の人生の中から希望の光を見つけ出そうとする人生最後の5日間を描いた映画なんですよ。とあることがきっかけで人生に絶望して過食になってしまって、家に閉じこもってしまって272キロまで太ってしまった男性がですね、それが原因でだんだん死が近づいてきてるんですよ。その死を迎えるまでの5日間を描いたのがこの映画なんですね。でこの5日間の中でこの男が何かをしようとするんですよ。その何か、そしてその結果何かが残るんですけど、その何かが見どころになってるわけですね。この物語のあらすじは、自宅のソファーからほとんど動かずに引きこもり生活を続けた結果ですね、重度な肥満症になってしまったチャーリーというのが主人公なんですよ。このチャーリーっていうのがブレンダン・フレイザーが演じているこの表紙になっているチャーリーですね。で彼は自らの死期を悟って、その死ぬまでの5日間の間で自分が捨ててしまった娘との絆を取り戻そうとするという話になってるんですね。さらにそのためには心をえぐるような喪失感とか絶望を彼は抱えてるんですけども、それと向き合う決意をしないといけないということになってるんです。そのトラウマのせいで彼は世の中と断絶しないといけなくなってるんですけども、その中でも一つだけ彼は信じてることがあるんですね。この信じてることが何なのかというところが泣かせるポイントになってるんですけども、こんな孤独で太っててもうすぐ死にそうなチャーリーは残りの5日間で娘との絆を取り戻すことができるんだろうかというのがあらすじになってます。そんな映画なんですけども、まずねこの映画の見どころの大きなところは、一つ目ですね、ブレンダン・フレイザーの復活っていうところをお話ししていきたいと思います。この映画ザ・ホエールでアカデミー賞をはじめとするいろんな賞でこのブレンダン・フレイザーが大きく評価されたんですね。このブレンダン・フレイザーというのはハムナプトラシリーズの主人公ということで言うと、もう頭にねあのビジュアルが思い浮かぶぐらい有名な俳優さんなんですけども、実はハムナプトラシリーズ以降ですね、ほとんど仕事に出てなくてですね、ある事件がきっかけで世の中から姿を実は消してたんですよ。
その姿を消していた原因について、2018年に起こった MeToo 運動というのがありましたね。あの MeToo の運動の時に、このブレンダン・フレイザーはその姿を消した原因を実は告白してたんですね。ここからですね、彼のセクハラ問題と離婚と激太りっていうのがあったんですけども、それをお話ししていきますね。実はブレンダン・フレイザーは2003年に HFPA っていうゴールデングローブ賞を主催している団体があるんですけども、これは HFPA はハリウッド外国人記者協会っていうところが主催してるんですけども、そこので元会長のフィリップ・バーグっていうおじさんからセクハラを受けていたということを告白したんですよ。その時のこのブレンダン・フレイザーのコメントがもう本当にかわいそうなんですけども、彼の左手が僕のお尻に伸びてきて、指の一本が僕のお尻の穴をまさぐり始めたんだ。気分が悪くなった。小さな子供のように今にも泣き出しそうになった。事件については妻には話したけれども他言はしなかった、というふうに語ってるんですね。もうめちゃめちゃがっつりセクハラを受けてたんですよ。それに加えてですね、このブレンダン・フレイザーは奥さんのアフトン・スミスさんっていう女優さんであり奥さんだったんですけども、その方と2007年に離婚してるんですね。その後ですね、その当時3人子供がブレンダン・フレイザーさんとアフトン・スミスさんの間にはいてたんですけども、その養育費も含めてなんですけども、毎年ですね、90万ドルをブレンダン・フレイザーさんがアフトン・スミスさんに支払うっていうことで裁判所で決まっちゃったんですよ。この90万ドルというのは今の価値でいくと1億2000万円ぐらいの価値がある金額なんですね。そんな巨額の金額をブレンダン・フレイザーさんを元奥さんに支払わないといけないということが確定しまして、で5年後にブレンダン・フレイザーさんは仕事がもうどんどんなくなっていって、もう引きこもり状態だった時だったんで、もうねお金がなくなってきたんですよ。でそれでその90万ドルは支払えないということになりまして、減額してもらえるようにアフトン・スミスさんに申請したということも実はニュースには出たんですね。このセクハラ問題と離婚が原因になってですね、彼はもう破れかぶれみたいな状態になってまして、自分が悪いと思い込むようになったらそうなんですね。でそんな中ですね、彼はアクション俳優として有名だったんですよ。体がね結構ガタイが良くてムキムキだったので、アクション俳優として有名だった彼はこの過度なね危険なアクションシーンをどんどんやっちゃったことで大怪我しまして、でそれを治療するために何度も手術したりとかして安静にしてるうちにどんどん太ってしまって、この方は125キロぐらいまで太ったと言われているんですね。さらにですね、もう本当にねきつい話なんですけども、このセクハラ問題を2018年の MeToo 運動の時に告発したわけじゃないですか。でこの告発したことに対してその相手側は HFPA っていうあの大きな団体の元会長ということで業界の力を持っている人なんですね。なのでブレンダン・フレイザーさんはその後仕事から干されてしまうんですよ。ということで仕事から干されてしまって、体も傷ついてしまって、治療を重ねながら太っていってしまって、奥さんと子供も離れてしまって、お金はもうめちゃめちゃ高いお金を請求されてしまって、でいうことでもう散々な状態になりまして、そこから精神的にも不安定になってブレンダン・フレイザーさんは人前から姿を消したんですね。そんなブレンダン・フレイザーさんが見事に復活したのが今回のザ・ホエールっていう映画になってるんですよ。そこでアカデミー賞をはじめとする各界の賞でこの方は大きく評価されて、もう完全に復活したっていう状態に今なってるわけですね。で、そんなことがあったのかということなんですけども、今僕がお話しした事件はその都度記事に上がってたんですけども、世の中が全然そこに注目してなかったんで彼は救われなかったというところの面も正直あるんですよ。みんなのその関心がブレンダン・フレイザーさんに行ってなかったんで、
彼は人知れずですね、自宅にこもってですね、125キロまで太ってですね、で精神的にも不安定になっても引きこもってたっていうことになっちゃったんですけども、この人昔はムキムキでハンサムな俳優として有名だったんで、ちょっとねおバカな役が多かったんですよ。それでそんなおバカな役が多かった彼がですね、ちゃんとした演技できんのかいというところが今回試されたわけなんですけども、もう見事に素晴らしい演技をこのザ・ホエールで見せつけてくれたというところがもう本当に良かったと思ってます。そしてこのザ・ホエールの主人公のチャーリーという男性は272キロまで太ってしまってもうすぐ死ぬかもしれないという状況の主人公なんですね。その彼とこのブレンダン・フレイザーさん本人が125キロまで太って、80か90キロ台まで減量して、今回ファットスーツを着て272キロになってるんですけども、この物語の主人公とブレンダン・フレイザーさんの本人がとても重なって見えるんですよ。そのポイントもこのザ・ホエールっていう映画が僕たちに対しての説得力がある映画なんですけど、この説得力はどこから出てるのかというと、このブレンダン・フレイザーさんがこの映画を撮るまでのこの背景ですね、背景があるからその重みが乗った演技になってると思うんですよ。そこのところが大きく評価されてるというところが、このブレンダン・フレイザーさんの復活というところなんですね。そしてですね、もう一つの見どころがあるんですけども、このブレンダン・フレイザーさんの復活が一つなんですけど、二つ目の見どころですね、二つ目の見どころとしては重要になるこの鍵になるですね、白芸のエッセイというのがこの映画の中で出てくるんですけども、その白芸のエッセイがどんなものなのかというのをパンフレットから引用したいと思います。こちらですね、パンフレットにね、実はですね一番後ろのページにこの白芸のエッセイが書いてあるんで、こちらをねちょっとね読ませていただきたいと思います。映画をまだ見てない方にとってはこのエッセイ何のこっちゃわかんないと思うんですけども、まずこのエッセイがどんなものなのかということでちょっと聞いてください。メルビルの見事な小説白芸で語り手は海での体験を話す。本の最初でイシュメールと名乗り、海辺の小さな町でクイーグエルと同居している。二人は教会へ行き船で旅立つ。船長は海賊で片足のエイハブ。あるクジラを殺したがっている。白いクジラだ。この本の中でエイハブは多くの苦難に遭う。人生のすべてはそのクジラを殺すこと。悲しいと思う。なぜならクジラには感情などないのだ。ただ大きく哀れな生き物だ。エイハブはクジラを殺せば人生が良くなると信じている。だがそうならない。私は登場人物たちに複雑な思いを抱いた。クジラの描写の退屈なショーにはうんざりさせられた。語り手は自らの暗い物語を先送りにする。少しだけこの本は私の人生を考えさせ良かったと思う。というエッセイが登場するんですけども、白芸というのは1851年にアメリカの小説家であるハーマン・メルビルっていう人が書いた小説がこの白芸という小説なんですよ。この小説の方の白芸どんな話かというとですね、捕鯨がまだ盛んだった時代、この物語はモビーディックと呼ばれている大きな巨大な白いマッコウクジラをに片足を食いちぎられたエイハブさんっていう船長がですね、そのモビーディックと名付けた巨大な白いクジラを悪魔の化身ということでみなしてですね、何年にもわたる追跡と死闘を繰り広げるという話なんですよ。その結果ですね、エイハブ船長はモビーディックに船ごとですね海底深くまで引きずり込まれるという終わりなんですね。そしてこの白芸という小説の物語の語り部イシュメイルだけが船の残骸にしがみついて漂流して救出されて唯一生き残るという話になってるんですよ。これが白芸のストーリーなんですね。その小説の白芸に対しての感想を書いたエッセイ、さっき読んだエッセイがですね、この
ザ・ホエールっていう映画でとっても重要な役割を果たしてるんです。それでここからはネタバレになります。ネタバレになるんですが、ネタバレの程度というのはいろいろありますけども、完全なネタバレではなく、最後の一番重要なところを取っといてギリギリのところまで攻めたネタバレみたいなのをしていきたいと思います。それは一番最後のその瞬間があるんですけど、この物語の一番ラストのカットが一番この映画にとって重要なシーンなんですね。で、そこについては語りません。なんですけど、そこの直前までは語ります。そこの直前までで、なぜかというとこの白芸のエッセイがどういうふうに絡んでくるかというところになっているからです。で、そこのところを詳しく語っていくんで、もうネタバレを一切見たくないという方はここで閉じていただいて、映画館で先こっちを見てください。なんですけど、もうこっち見たよという方は、ネタバレありのこれからを聞いてください。では、ネタバレの解説入っていきたいんですけども、この白芸のエッセイってこれ何だったのかという話をしていきたいと思います。まずですね、ストーリーのおさらいなんですけども、この主人公のブレンダン・フレイザーが演じているチャーリーという男はゲイだったんですよね。で、実は結婚してて子供もいてたんですよね。なんですけど、この自分が大学の先生をやってた頃、この子まで太ってない頃に、学生だったアランっていう男性と恋に落ちるんですよね。その結果、自分の娘のエリーが8歳の時に、このアランと駆け落ちして家を出て行ってしまうわけですよ。で、アランと一緒に同棲して、このチャーリーは一緒にアランと住んでたんですけども、アランはこの同性愛っていうことについての罪悪感に蝕まれるんですよ。それはなぜかというと、アランっていうのはカトリック系の宗教を信仰していて、カトリックのルールの中では同性愛っていうのは禁忌とされてるんですね。ものすごい罪が重いことだとされてるんですよ。その宗教観の方での同性愛ダメっていうことと、自分の心ではその同性愛の心があるんですよ。そこがこう戦ってですね、アランはどん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 痩せ細っていって最終的に自殺してしまうんですよね。で、そのアランの妹がリズっていうアジア系の看護師さんなんですけど、そのリズがこのチャーリーを献身的に支えてくれてると。だからリズがこんだけ献身的にチャーリーを支えてくれてる理由は、自分の大好きだったお兄さんの恋人だったからなんですよね。それでアランを失ってしまった絶望とショックからですね、自宅の方に閉じこもってずっとご飯を食べてしまう、この過食の末ですね、272キロまで太ってしまっているこのチャーリーというのはどういうことをしているのかというと、この人が映画の中であることが、ある事件をきっかけに、もう手当たり次第に食事を食べて、もピザも食べて、でゴミ箱に入ってみたいなシーンがありましたけど、あれ何かというと、この人ご飯をいっぱい食べるということで慢性的な自殺行為をしているということなんですよね。なのでその自殺行為というのは首を吊ったり自分を刺したり打ったりとかじゃなくって、慢性的に緩やかに死に向かっていく方向を自らずっと選択をずっと積み重ねてきて今に至っているということなんですよ。そこに16歳になったエリーがこのチャーリーと再会するわけですね。でも目的はこのチャーリーさんがもうすぐ死ぬかもしれないという時にエリーがなぜやってきたのかというと、エリーが目的にしているのはこのチャーリーが自分に相続させようとしている貯金が目当てだったんですよ、初めは。で、この娘のエリーの話になるんですけど、エリーは8歳の時に、だからもうある程度物心ついてる年齢ですよね。この8歳の時に自分の親父が同性愛に目覚めて、自分が教えてた教え子と駆け落ちして家で出て行ったと。自分のお母さんと自分は捨てられてしまったんだということから、お母さんの方はアルコール依存症になって、で自分のエリーの方は世の中全てに対しての憎しみを抱えた娘になっちゃったんですよ。そんな世の中に対して絶望しているエリーに対して、このチャーリーは最後の5日間で何かを残そうとするという話がこのザ・ホエールの後半部分の話のおさらいですよね。で、ポイントはこのチャーリーが最後に生きる5日間の中で何を
この世の中に残すことができたのかというところがこの最大のポイントになってるわけですけど、そこが一番最後のラストシーンに集約されてるわけですよ。そこでこの白芸のエッセイの話に戻るんですけども、この白芸のエッセイ、うまいエッセイではないんですけども、このエッセイのことをこのチャーリーは本当に素晴らしいエッセイだと語っているんですよね。それを何度も何度も語っていて、自分が発作が起きて、この人ね、心臓系がこう肥満すぎて、ちょっと弱ってるみたいな感じで、それで死にかけてるんですけど、もう心臓発作みたいなのが時々起こるんですね。で、その死ぬか生きるかの時に、その居合わせた人とか、居合わせてない、誰も自分の家にいてない時は、自分でその白芸のエッセイを読み始めて、もう死ぬ最後の瞬間にこの素晴らしいエッセイをもう読んでいたいと言ってるんですよ。それほどまでにこの白芸のエッセイ、この下手くそな白芸のエッセイのことをずっと素晴らしいと言い続けてるんですよね。で、実はこの白芸のエッセイというのは、人生に絶望してても世の中に対しての憎しみを全てチャーリーにぶつけてくる、エリーが自分と一緒にまだ住んでた頃の8歳の頃ぐらいに書いた白芸のエッセイだったんですよ。これがどうこのザ・ホエールという映画のストーリーに絡んでくるのかというとですね、白芸に出てくるモビーディックと呼ばれている巨大な白いクジラのことをチャーリーに見立ててるわけですね。ここまではみんなわかると思うんですけど、そうなんですよね。それでこの白芸のエッセイの中に白いクジラのことはどう書かれているかというと、ただ大きくて哀れな生き物だと書かれているわけですよ。そのただ大きくて哀れな生き物になってしまった自分のお父さんのチャーリーをこの白芸に見立ててるわけですね。そしてですね、白芸の登場人物っていうのは、重要な登場人物、エイハブっていう登場人物がいますけど、このエッセイの中でもエイハブの話が出てきますが、このエイハブはじゃあ誰なんだというと、これはエリーですよね。エリーは世の中の全てに対し憎しみを感じていて、もう Facebook に犬の死体の写真あげたりするぐらいちょっと病んでるんですけど、その病んでるエネルギーの闇パワーを全部チャーリーに執念深くぶつけて、この死にかけの親父を追い詰めていく役割を果たしていくんですよ。それはまさに白芸を執念深く追い詰めて苦しめていくエイハブ船長なんですよ。片足を食いちぎられたエイハブ船長。で、片足を食いちぎられたというのは何かというと、両親というのはお父さんとお母さんが普通いてますよと。で、お父さんは同性愛に目覚めて自分の教え子だったアランと駆け落ちして自分と奥さんを捨てて出ていきましたよと。その片方が欠けてるっていうところ、その片方が欠けてしまった娘のエリーは世の中を憎んで、それをぶつける対象は白芸ことチャーリーさんにぶつけてるわけですよね。その片足を失ってしまった執念深く追い詰めるエイハブは、娘エリーを象徴してるわけです。そこでですね、この白芸のエッセイがどう絡んでるのかの重要なところなんですけど、小説の白芸の方ではモビーディックというそのクジラがですね、エイハブ船長と船ごとですね、海底深くまで引きずり込んでいくという終わり方だと言いましたよね。それは何かというと、このザ・ホエールっていう映画の中でチャーリーがどういう状況なのかというと、完全に海底深くにいているこの死と絶望の世界に生きる孤独な存在として描かれていると。クジラっていうのはもう深海をずっとすごい距離をこう孤独に旅をすると。で、そのマッコウクジラなんですよね。マッコウクジラのようにずっと深い海底に沈み込んでるように大きくて醜い体で人と関わらずに自宅に閉じこもって過ごしているこのチャーリーですよね。この人が生きている死と絶望の世界に最後引きずり込むわけですよね。エイハブ船長を船ごと引きずり込むというのが元の小説ですけども、この人死ぬ間際に娘エリーを引きずり込みたくないんですよ。だからもがくんですよ。で、思い出してくださいね。小説版の白芸では語り手のイシュメイルっていう人がいるんですけど、そのイシュメイルだけが船の残骸にしがみついて生還するんですよ。そのイシュメイルに
このエリーがなってほしいと思ってるんですよ。わかりますか？白芸の小説でイシュメイルは語り部なんですけども、見張り役としてエイハブ船長と一丸となって白いクジラのモビーディックを追い詰めるんですけど、最後決着がついた時にエイハブ船長は死と絶望の世界に引きずり込まれ、イシュメイルだけが生還すると。この明暗がイシュメイルとエイハブ船長では全然分かれてるわけですよね。こうどっちにもなる可能性があるわけですよ。エイハブ船長がもちろん生還する可能性もあるし、イシュメイルが引きずり込まれる可能性ももちろんあったんですけど、ここの二人の運命が分かれた。それでこのザ・ホエールのこの今にも沈みゆくチャーリーの人生ですね、これと一緒に娘の人生を暗い方向に引きずり込みたくはこの人ないんです。父親として失ってきた娘との絆を取り戻して、なんとかイシュメイルの方になってほしいと思ってるんです。生還してこの暗い絶望だらけの世界の中から希望を見出してほしいと思ってるんです。そのためにこの最後の5日間もがき苦しんでるわけですね。それがこのザ・ホエールっていう映画のメインのストーリーになってるわけです。そのことにこの映画の冒頭からこの白芸のエッセイっていうのはたび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 登場してたんですけど、これ誰が書いたのかわかんないまんまずっと話進んでいって、みんなハテナのまんまで、で一番最後のラストシーンのあたりでそれがそういう意味だったんだっていうことがなだれ込んでくるように分かってくるという伏線回収みたいなストーリーの構成になってるんですけども、ここがメインのプロットなんですよ。要はエリーが人生に絶望してて、その人生を好転させることができるのか、それとも自分と一緒に絶望の世界に引きずり込んでしまうのかというところを、この人を最後の5日間で何とか変えようとするという、でそれが変わったのかどうなのかというところに注目してほしいというところがザ・ホエールの結末なんですけども、そこについては映画館で楽しんでくださいということになってます。そしてですね、もう終わりにということでまとめていきたいんですけども、もう一方でですね、宣教師とリズっていうキャラクターが出てくるんですね。で宣教師のトーマスっていうのが突然訪ねてきて、若いお兄さんなんですけども、ニューライフ教っていうなんか謎の分派宗教みたいなのを進めてくるわけですよ、このチャーリーに対して。でチャーリーはもう慢性的な自殺をずっと自殺行動してるので、この神の救いなんかいらないということで言うんですけども、取っていくとどういうことかというと、このチャーリーの亡くなってしまった彼氏のアランっていう元学生はこのニューライフ教っていうのが入ってたんですよ。このニューライフ教に入ってて、それがカトリック系なんかで自分が同性愛に目覚めてるというところに罪悪感を感じて自殺してしまったという過去があるので、そのニューライフ教みたいなもんには絶対この人は救われないんですよ。リズはそれを、この人は優しくてそれでも話を聞いてあげたりとかするんですけど、一緒にこの人チャーリーを献身的に支えているリズっていうキャラクターは、自分のお兄さんが死んでしまったということになってるので、そのニューライフ教が殺したと思ってるわけですよ。だからこのトーマスのことを教団するんですね。そこのやり取りの中でどういうことが行われてたかというと、トーマス側としては神の救いが必要だという主張をしていて、リズの方は神の救いなんてものは存在しないという意見で真っ向から対立してるわけですよね。この一連の流れからどういうことを伝えたいのかというのが、もう一つこのザ・ホエールの重要なメッセージが隠れてるんですけども、このリズとトーマスとのやり取りの中で発生するセリフの中でですね、他人を救うことができないというセリフが出るんですよ。この他人を救うことができない、要は他人を変えることは人間はできないんだというメッセージが出てきますよね。それに加えてこの主人公のチャーリーはどうだったのかというと、自分の最後の残された5日間の中で自分を変えることに成功したんですよ。ずっと絶望と喪失感の中でずっと暗い水の底みたいな生活をしていた自分のそのトラウマと向き合って、娘に何か残さないとということで、今までの自分を変えて最後の5日間過ごすことにこの人は最後の最後で成功するわけですよね。そのことからチャーリーのストーリーから出てくるメッセージっていうのは、自分は変えることができるというメッセージなんですよ。これをまとめると、
他人を変えることはできないんだけども、自分の行動は変えることができるかもしれないというメッセージになるわけですよ。この直接他人に対して何かをして他人の行動とか他人の考え方を変えようというのは不可能なんだけど、自分の自身のことを変えて自分自身の行動が変わったことを他人が見て、他人の考え方が変わるきっかけにはなるかもしれないというのが、この映画の一番重要なメッセージだと僕は思うんですね。これこそがこのザ・ホエールっていう映画を全体を通して流れている一番大きなメッセージなんじゃないかということで、僕は考察していますということになってます。終わりにということで、ザ・ホエールの感想をね、考察しながら語っていったんですけども、いかがでしたでしょうか。皆さんの中の解釈は多分僕のとまた別になってると思うので、またね、皆さんの解釈をコメントで教えていただけたら嬉しいなと思ってます。で、最後になんですけども、このザ・ホエールの監督、ダーレン・アロノフスキーっていう監督なんですけど、この人のね、映画ね、他の作品も面白い映画たくさんあるんで、ぜひ見てもらいたいなという、布教活動をして最後終わりたいと思うんですけども、このホエールの監督のダーレン・アロノフスキーさんはですね、大変変わった監督で、主演の俳優を痛めつけるというのが大好きな監督なんですよね。で、今回のザ・ホエールっていうのは、ブレンダン・フレイザーさんがもともとすごく苦しんで復活してるっていう話をしましたけど、もうね、この272キロのファットスーツを着るっていうのはもうとんでもない大変なことで、4時間ぐらいかかって役を作っていくんですよね。その4時間ぐらいをかけてこの272キロ装着して、その装着してる間ですね、中にね、冷やす機械が入ってるらしいんですけど、体温がそれでも冷えなくて、もうめちゃくちゃしんどいらしいんですよ。でも脱げないじゃないですか。そんな感じで苦しんでる中で、苦しい役をやらせるっていうのが作風になってるんですよ。それで、ダーレン・アロノフスキさんの、他の映画というのは、マザーっていう映画一つありまして、ジェニファー・ローレンスが主演の映画なんですけども、ハビエル・バルデム出てるやつで、これも面白いんですけど、このマザーっていうのは、当時、ダーレン・アロノフスキさんと、ジェニファー・ローレンス付き合ってたらしくて、で、その彼女だったジェニファー・ローレンスを、もうとんでもない仕打ちで、もうくちゃくちゃにしていくのがこのマザーっていう映画でした。そしてですね、有名なレスラーっていう映画で、ミッキー・ロークっていう俳優いますけど、昔はイケメン俳優みたいな感じだったんですけど、なんか整形して顔がどんどん毎回変わっていくみたいな、いろんなことがあったりとか、まあ本人の素行が悪いということもあって、どんどん落ち目になっていってるミッキー・ロークを落ち目のレスラーと重ねて、最後これもホエールみたいに、死ぬ方向に持っていっちゃうっていう、苦しい役をさせてるんですよね。それで一番有名なのはブラックスワンっていう映画なんですけど、これはナタリー・ポートマンがですね、バレリーナを演じて、黒鳥の役をね、やっていく中で、黒鳥にどん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 役作りで入っていく中で、もう頭おかしくなってきて、現実見てるんか幻想見てるんかわからなくなっちゃって、もうおかしくなっちゃって、最後はもうパニックになるっていう、そういうね、映画でしたけども、もうね、とにかく主演の人を痛めつけるのが好きな監督なんですよ。なので今回のザ・ホエールで272キロのファットスーツを着て、もう物理的にも苦しいし、もう役的にも苦しいしっていう状況のこのブレンダン・フレイザーさんに感動した人は、他の映画も多分ね、刺さると思いますので、ダーレン・アロノフスキさんの変な映画のレパートリーをですね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。ということで、ザ・ホエール徹底的に解説してまいりましたけども、見どころの一つはブレンダン・フレイザーさんの見事にした復活劇ということで、もう一つはこの白鯨っていう小説とどういう絡みがあるのかというところ、そしてですね、このザ・ホエールっていう映画が私たちに対して何を伝えたかったのかというところを考察して語ってきました。皆さんの感想をぜひね、コメントで教えてください。そしてですね、もうね、もう見た方も見てない方もこの動画見る可能性あると思うんですけども、もうね、僕もね、2回目見たいぐらい良かった映画なんで、もうぜひね、この映画は映画館で楽しんでほしいなと思います。結局、Amazon プライムとかで安くまた見れたりすると思うんですけど、それはそれでまた見るとして、とりあえず映画館でやってる期間は、このホエールに関しては映画館で、もうこの画面いっぱいになるこの人の体を楽しんでもらいたいなと思います。ということで、今回は以上になります。
また YouTube の、 チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの動画に対しての高評価ボタン、グッドボタンの、この親指のボタンがあるんですけど、その親指のボタンぜひ押してくださいということで、皆さんご来場ありがとうございました。